トリオ部門、まず最初のエントリーは山口真澄、松澤元美、そして藤田ゆりえの3選手です。この3人の選手の位置の変化、フォーメーションの変化とかですね、はい、この入れ替えなんかも面白いと思いますよ。それだけに難しさもあるでしょうね。そうですね、はい、同じ競技エリアの中での演技ですからね。そこを移動しながらの演技、3人ともとてもこう存在感のある選手ですよ、はい、こう体もできてますしね、はい、さあ2つ目のリフトです。移動が入りましたと大丈夫でしょうか、はい、OK、 はい、ここでまとめましたね。さあ大きく広がりましたよ、はい、ここでタックジャンプです。シーザーズキックからのバーチカル、この辺は角度も決まった。非常にその変化、体型の変化が速くてスピーディーあふれる面白い演技ですね。別方向に動いたり、あるいは同じ方向と、これは揃っています、はい、このようにタッチしながらお互いにですね、はい、エレメント技をこなしてもいいんです。この辺のリズムの変化もいいんじゃないですか。ここは曲線的に体型を変えてきました。シングルエアターン、いいテンポですね、はい、演技に本当リズムがあります。最後はスッキリポーズで決まりました。そうですね、女性3人とてもタイミングのいい演技を見せてくれましたね。ステップのコンビネーション、そしてこの位置の入れ替わり、とても見事でした。エントリーナンバー2番は向山恵子、上野郁美、佐藤しおりのトリオです。これもユニークなリフトが決まりました、はい、エルサポートタイミングよく、はい、回り切りました、はい、年齢差20近いと聞いたんですけど、はい、とてもいいタイミングで動けてると思いますよ。向山選手は2001年のトリオ部門、松田選手、吉山清美選手と組んでの優勝があります、ベテラン選手ですよね、はい、パンチの効いた演技ですね、はい、うまく音楽のビートに乗っています。そしてこのリフトは立ち上がってと、オリジナリティがありますね。非常に腕の振りとかですね、はい、難しい動きを使ってますので、一歩間違うとバラバラになりやすいんですよ、はい、今はうまくまとまってますよ。まとまった時は逆に本当に素晴らしい、綺麗ですよね。ヘリコプターからのウェンソン、はい、いいタイミングで回りました。この若い佐藤選手も頑張ってますね。このバーチカルのスプリット、はい、2回ですね、開脚綺麗でした。そしてラストの、おっと、フィニッシュ決まりました。はい、の難度は高いですね。入れ替わりも激しく難しい内容です。そしてそれをうまく佐藤選手も真ん中に置きながら、3人いいタイミングで演技が決まりました。最後のリフトはこんな風に低く決める、非常に面白いものです。